こんにちは、柴田です。今日もスタジオに来ております。今日はですね、このズーム MS50G をですね、アンプのリターンに挿してみたいと思います。で、使うアンプはこちらですね。マーシャルの JCM900 と、ローラの JC の120ですね。この2台使っていきます。で、リターンっていうのはですね、この裏にございまして、リターンの端子。うわ、暗いな。ちょっとこれ古い JC、古い方の JC なんですけれども、ここですね。このメインイン。で、マーシャルだと、うわ、これも暗いな。これリターン。これですね。ここにリターンと書いてますけれども、ここです。暗くてすんません。ここに刺します。じゃあ、まずここのリターンにですね、マーシャルのリターンに刺しますね。で、リターンに挿すと何が違うかっていうとですね、このキャビネットがスピーカー代わりになるっていうのは、まあ一緒っちゃ一緒なんですけれども、ヘッドがですね、このゲインとかのつまみが効かなくなります、ボリュームとかが。一箇所だけ。ここだけですね。あとこの EQ も全然効かなくなるんですよ。なので直結状態ですよね。スピーカー直結状態。こっちのヘッドでは、このつまみしか使えないと。ボリュームしか使えないという感じになっております。では早速ですね。これ、アンプシミュレーターですね。鳴らしてみたいと思います。感じでですね、結構重くていいですね、レボワン。ちょっと他のも鳴らしてみましょうかね。うん、素直。素直な感じですね。ノイズもすごく少ないですし、ハウリングも少ないと。なので、リターンでアンプシミュレーターを使っていくっていうのはすごくありだと思いますね。続いては JC のリターンに挿してみましょうかね。JC のリターン。で、続いて JC に挿してみたんですけれども、JC の場合はですね、ボリュームも効かないです。ボリュームも効かなくなっちゃいますので、ボリュームここでやんなきゃいけないですね。キンキンしますよね。という感じで、マーシャルと JC のリターン。ちょっと JC 短めになっちゃいましたが、
といった感じになりました。いかがでしたでしょうか。お聞きいただいた通りですね、マーシャルのリターンにつないだ音はすごく良かったです。MS50G のアンプモデリングとの相性もすごくいいなと思ったので、ちょっと皆さんぜひ試してみてください。で、まあ、JC の方もですね、全然悪くなかったんですけれども、また別の音作りというか EQ 設定とかが必要だなと思いました。ちょっとやっぱキン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 っていう風になっちゃってる感じだったので、まあ、どちらかというと JCM900 の方がおすすめなので、ぜひぜひですね、皆さんやってみてください。リターンです、リターン。刺し方は、こっちにギター、まあ通常通りですね、インにギターでアウト、アンプに刺すところはアウトから裏のリターンです。リターン端子にぶっ刺してください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。